どうも。今日はですね、出てまった。今日は、ヤマタノオロチからスタートっす。ね、これ見てもらえばわかるけど、レベルめっちゃ上がってます。バイキルト待ちだったんだけど、最初は。レベル28固定法ってのを知ってますかね？条件満たすと、敵がはぐれメタルしか出なくなるっていう、技があるんですけど、レベル上げの。スマホ版でそれできるんならもうやっちゃおうかなと思ってやってみたら、なんか全然できなかったっていう。もうでしゃあないからボス戦やろうかなみたいな、そんな感じですね。なんでヤマタノオロチの方もそうだ。ヤマタノオロチでこれ2戦目です。であとこの後ボストロールもすぐやると思います。作戦お任せでいけるかな。ちょっと命令させろにして、命令させろにして、スクルトかな。ルカニがいいのか、バイキルトもないいんだけど、これ効かなかった時に大変なんだよな。あ、もうザオラルとかね。ベホマ使えたっけ。ベホマは無理か。やっぱバイキルトはいらないな。スクルトからだな。まあ、こっから先はお任せにしましょうか。バッチリ頑張れ。お、ちゃんとバイキルト使ってくれるじゃん。ベホイミとかベホマは使えんのか。こっちの回復は任せて、最大攻撃力の隠せ手の方を。ああバカバカ、ああよかった。これでオーブ2つ目かな。そういや、草薙の剣はあれか、勇者か。
おった。なんかもらえたりしんのかっていうね。よっしゃ。まあとりあえずこの足でもうボストロールも行こうか。マーク出るのね便利っちゃ便利なんだけどちょっと味気ないよね。ラーの鏡はもう取ってあるんで、あ、王様おるやないか。あれこっちじゃなく、あ、そうか、夜にならなかんのか。道具、闇のランプあったな。そうだそうだ、あー、なかなか覚えてないねなんかボストロールはね、あれここじゃなかったか。どこだ抜け穴。穴抜け穴、どういう風だっけ、普通に縄文入れたっけ。びっくりマークとか出ねえしな。入り方忘れちゃったよ。どういう風だったっけ。違う違う、あそこから入ってどうこうしてだったような気がするんだけどな。こっちはあれだろう、もう入れないだろう多分。あれ普通に入れる？あ、だよな。
まさかの普通に入れるパターンのやつ。で、すでにお休みのはずだ。ああだよな。あ、普通に、ああそうか、もうこれ一遍入ってるよな多分。道具、よし、聞きゃいいんだけどなラリホー。ああ強えなやっぱ。聞かねえのかい。これは回復間に合わない可能性あるな。いや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 、違う違う、ホイミーでもちゃんと回復しとかないとこれはやべえ。お、死んだ、やべえ。そうだよ、スクルトだよ。おし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 、あぶねあぶね、あぶね、あーやっぱこいつのコントロール、この攻撃力っていうのはちょっと難しいな。つかさ、ボストロールってあのファミコン版では1回攻撃だよね通常。だで基本的にはこれぬるゲー感が強いんだけど、ひょっとしたら唯一あの難しくなってるのが、あ、難しくなってるのがあれかもしれんね、こっちのスマホ版というか、スーパーファミコン版もそうかな、2回攻撃かな、ルカなんとか言われてもなっていう状態なんだけどな。しょで、これでまあネクロボンドに向けていろいろやっていこうかな。まあ、とりあえず次の動画は多分ネクロボンド行って、その刃の鎧とか稲妻の剣を取った後の2回目の潜り突破でしょと思うんだけど、どうかな別に愛の思い出とか海賊船とかいらねえと思うんだけど、めぼしいボスもないしね。多分グダグダするし。
まあ、こんな感じで終わっときましょうかね。